みなちゃんとさくさんのリューマーランキング、イエーイ。はい、ということでリューマ大好き女子のむーちゃんがリューマのデータを調べまくっている今の文章をはじめ、いろんな人と調べてきたデータランキングをお届けするコーナーです。今回はフレーバーに名前が出てから登場までが長いカードトップ10。おー、リューマのフレーバーテキストには、うん、今まさにこう使っているこう切り札が活躍しているんですけど、うん、たまにこう突然名前だけパッて出てきて、うん、こう一体こう何者なんだ、うん、みたいなのもありますよね。そうですね、はい、最近はこう結構ね、割とすぐにそれがねカードになってどういうものか正体が分かるっていうのが多いんですけど、うんうん、ね、ずいぶん昔から名前は知ってるけど、うん、カードにならないなっていうのがあったりするのも、うん、そのね、フレーバーテキストの面白いところですよね、うん、そういうのがこう突然カード化されると、うん、こう嬉しいですよね、うん、そうですね、はい、はい、ということで今回は名前が出てから実際にカードになるまでが長かったランキングということで、早速やっていきたいと思います。はい、今回のランキングは、うん、こう一応この本人、テキストに出てきた本人がカード化しているっていうのを基準にしてるんですけど、うん、その曖昧なものもあって、まあ、それに関しては、まあね、カード化されたということでランキングに入っております。オーラ編3段のディスタスとかですね。そうですね、はい、はい、ということで早速いってみましょう。はい、まずは10位から6位まで一気にいきます。はい、第10位、透明妖精リリン。おお、はい、こちらは超ブラックボックスパック版のピクシーライフで初登場して、うんうん、ドラリンパックで登場するまで1638日。おお、でございます。なるほど、スノーフェアリーは自分からクリーチャーになるっていうのが多いですよね、うんうん、そうですね。でちなみにこのリリンの姿自体は、うん、エピソード2の第4弾のピクシーライフが登場した時からこう判明していたみたいです、うんうん、ということで続いて第9位、無敵城シルバーグローリ ー、 おー、こちらはインビンシブルソウル4弾の天候の精霊ミハイルで登場して、バトルギャラクシー第3弾で登場するまで1747日かかりましたということです。いきなり場所ですね。そうです、ね、これでさ、最近フィールドとかも結構登場してるから、うん、今後も場所のカード化がまたあるかもしれないですね、うん、そうですね、はい、はい、ということで続きまして第8位、創造の翼クリティブ。こちらはドラゴンサーガ第4章真のトロワチャージャーで登場してから、往来編第3弾の天翼クリティブ1で登場するまで2380日でございます。早速このフレーバーに登場していたクリーチャーのディスタス化ですね、うんうんうん、そうですね、このご本人なのかはともかく見事カード化されましたね、うんうん、はい、第8位でございました。はい、続きまして第7位、アクアメディアクリエイター。おお、こちらはファンタジスタ12版のインビンシブルテクノロジーやブレインストームで登場し、うん、で往来編第3弾の電脳メディクリ1で再登場するまで2716日でございます。なるほど、これまたまたフレーバーのこのクリーチャーのディスタス版が登場ですね、うんうん、そうですね、ドラゴンサーガのフレーバーテキストでこう大活躍してますよね、うん、そうですね、はい、はい、ということで続きまして第6位、ラッキョウの王ラキョニカ様。おお、こちらはエピソード3の第1弾、うん、妥協なきラッキョウで初登場し、はい、往来編第2弾で初カード化されるまで、うん、2926日。おお、なるほど、これエピソード3でこう2回ほど出てきただけで結構謎が多い、うんうん、クリーチャーだったのがこう急にこうバンってカード化されたんで、ね、これ結構驚きでしたね、うん、おーってなりましたね、はい、はい、ということでここまでが第10位から6位まででした。なるほど、うん、やっぱりこのディエマのこの歴史をたどるこの往来編ってだけあって、うん、往来編でこう満を持して登場したフレーバーテキスト関係のカードがすごい多いですね、うん、そうですね、はい、そう、往来編第3弾のね、そのフレーバーテキストにしか出てきてないクリーチャーのディスタスとか、うん、まさにねこのランキングのためのクリーチャーかなってなりますよね、うん、はい、うん、やっぱり往来編は、うん、そういう風に昔名前が出てたけど、うん、カードにはなっていなかったもののカードにしようっていう風にこう思って作ったカードもたくさんあるんでしょうね。そうなんですよね、でも、うん、実は往来編よりももっと前からそれ、うん、そういうのはあったらしくて、はいはい、10位のリリンがいたドラリンパックで選ばれた種族の一つがスノーフェアリーだったのは、うん、開発陣の中にいる熱心なスノーフェアリーファンが
フレーバーにしか出てないスノーフェアリーをカード化したいって言って、うん、もう選ばれたらしいですね。なるほど、はい、ということで、はい、いよいよトップ5発表していきたいと思います。お願いします。はい、それでは第5位、サファイアウィズダム。こちらはエターナルアームズ第2弾のルナレーザーコブラで初登場してから、うん、デュエデミー賞でカード化されるまで4417日経っております。これはこうフレーバーだけに出ていた、うん、もうクリーチャーといえばの一つですよね、うん、そうですね、はい、もうそれまではこう古参プレイヤーの人しかこう名前を知らなかったけど、うん、直前にこう発売された、うん、マスターズクロニクルデッキ、うん、でこう改めてこう存在がこう強調されて満を持してカード化された、うん、そうですね。そう、この時こうマスターズクロニクルデッキと、うん、デュエデミー賞の連携として、うん、光文明と闇文明それぞれの超大物をカード化したいっていうアイデアが出てたみたいなんですけど、うん、そう、問答無用で光文明の代表はサファイアウィズダムにしようって決まったみたいですね、うん、なるほど。これもきっと開発陣の中に、ね、サファイアウィズダムのファンの方がやっちゃったっていう感じですね。なるほど。ここでカード化されてこう注目を集めたことで、うん、今ではね、こう背景ストーリー好きの人にはこう、うん、有名な人気なキャラクターだと思うんですけど、うん、はい、何よりね、あの光文明をこう代表するカード、うん、ヘブンズゲートを生み出した存在ってことで、ね、光文明のレジェンドにこうふさわしいですよね、うん、そうですね、はい、そう、あと JTube のね、うん、背景ストーリーの解説の動画とかではね、うんうん、禁断の12のプログラムを生み出した存在っていうのも明かされてたし、うんうん、背景ストーリー初期のすごい技術を作りまくったすごい人なんですね。あ、なるほど、うん、ということで続いて第4位、第4位はカットちゃんです。おお、カットちゃん、こちらはジェネレートギア第3弾の解体人形ジェニーで初登場してから、うん、ガチャレンジシリーズ第4弾のカットヘイ錦でカード化されるまで5116日かかっております。カットちゃんっていうのはジェニーちゃんが持っているあのカッターナイフの名前ですね、うん、そうそうそう、うん、ジェニーちゃんのねフレーバーテキストにはねよく出てくるおなじみの存在だったんですけど、うん、そもそもジェニーちゃん自体がいろんなバージョンがあるし、うん、なかなかカード化されなかったんですけど、ガチャレンジクリーチャーとしてついに登場したっていう感じですね、うん、なるほど、うん、ちなみにガチャレンジシリーズ このガチャレンジクリーチャーってこう基本的にはそういうこの闇文明の歴史から元ネタがあってって感じではなかったけど、これはこう名前がこうカットで同じなだけで別人ではないんですか？そう、なんか実はその説もあるみたいで、うん、その後にね往来編第3弾で開墾カット1としてカード化されて、こっちはねフレーバーテキストで間違いなくジェニーの持ってるカットちゃんだって言われてるんですよね、うん、はい、そう、でこっちだとさらにまあランキングは上になるわけなんですけど、今回はカットヘイニシキもフレーバーではジェニーちゃんの名前を呼んでるし、うん、何らかの事情でカットちゃんがガチャレンジのチップにされたと判断してランキングを作ったみたいですね。なるほど、はい、そのね何らかの事情がいつか判明するとそれもまた面白いですね。そうですね、はい、はい、ということで続きまして第3位、パオブラックモナーク。こちらは第1弾の暗黒騎士ザガーンで初登場して、うん、デュエデミー賞で登場するまで5259日やっております。なるほど、出たって感じですね、うん、ブラックモナーク様って感じで、うん、サファイアウィズダムと並んで、うん、この闇文明の、うん、超大物というイメージですよね、うん、そうですね、はい、で第1弾のこのフレーバーから登場しているのもさすがって感じがしますね、うん、そう、これもね、うん、そのサファイアウィズダムと同じように、うん、マスターズクロニクルデッキとデュエデミー賞の連携として作られたカードなんですけど、うん、むしろこう一番最初に連携要素を作るなら、うん、悪魔神の復活がテーマだったんですし、うんうん、この覇王ブラックモナークも復活させたら面白いというアイデアが出て、うん、じゃあ光文明もそうしようっていう流れになったみたいです、うんうん、おー、なるほど。確かにこのブラックモナーク様って、うん、今このコロコロオンラインで連載している、うん、こう昔の世界観ポスター、うん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 、とかを見ても、この復活の時はねこう待ちながらこの頭蓋骨だけがこのいろんなこう種族 の居城にされていたりとかして、ザガーンも DTube だったりこの DVD のアンケートとかでもすごい大人気じゃないですか。やし、人気 この大きな部分がフレーバーテキストにあるっていうのを考えると、そのフレーバーに登場してたブラックモナーク、この登場はめちゃくちゃ盛り上がったんじゃないですか。ね、そうですよね、はい、実際デュエデミー賞でサファイアウィズダムやブラックモナークを復活させようっていう話の時には、
そんな古いフレーバーにしかないクリーチャーが登場してもみんなそんな嬉しくないんじゃないかっていう意見もあったみたいなんですけど、まあ、試しにやってみようということで、うん、やってみた結果すごい皆さんのリアクションが良かったということでね、その後はね超有名切り札だけじゃなくても、うん、懐かしいカードを復活させるっていうのが普通にされるようになっていたみたいです。なるほど、まあ、じゃあ、うん、いろんなねこのデュエマの歴史をこうたどるっていうコンセプト の, この往来編、うん、もうサファイアウィズダムとか、うん、ブラックモナークとかが、うん、この反応がもし悪かったら、うん、もしかしたらまた別のものになってたかもしれないですね、うん、そうですね、面白い。はい、ということで続いて第2位、闇道家マルバス。こちらは第2弾のアンバーピアスで登場して、うん、アルカディアスレクイエムで天才打賞アルカクラウンとして登場するまで、うん、5496日かかっております。なるほど、はい、まあ、今度は第2弾で登場した、うん、闇道家マルバス、うん、っていうかそのアルカクラウンって本当にマルバスが稼働した姿なんですか、うんうん、なんかそのアルカクラウンの正体は実はアンノウンらしいんですけど、うんうん、まあ、それが本当にマルバスなのか、うん、それともこう名前を名乗ってただけなのかっていうのは未だに不明みたいで、うん、そう、ただアルカディアスレクイエムのフレーバーの中ではマルバスとして扱われてるから、今回のランキングではマルバスとしてランクインさせてもらっております。なるほど。ちなみに、うん、なんでマルバスがここで急に選ばれたんですか？そう、このデッキにはキングアルカディアスとクイーンアルカディアス、うんうん、そしてよく当時一緒に使われていたジャック・バルディをアルカディアス化したジャック・アルカディアスが存在していたから、うん、じゃあ新しい切り札はジョーカーなんじゃないかっていうふうになったらしいですね。トランプのこうキング・クイーン・ジャックっていう感じですね、うんうん、そうですね、うん、で、アルカディアス・レクイエムの背景ストーリーは、うん、そもそもエピソード1の直前のパックであるストロング7のクイーン・アルカディアスのフレーバーが、ただキングがプレミアム殿堂になったってだけじゃなくて、実はストーリーがあったんじゃないかっていうところから作られたみたいなんですけど、うん、そこでこうキングを倒すほどの道化師のキャラって誰だってなった時に、うん、実はマルバスだったんじゃないかっていう感じで選ばれたみたいです、うん、なるほど、うん、でもしかしたらこの本物のマルバスが、うん、その次元送りにされて、うんうん、こうパンドラにこう送り飛ばされたりとかして、うんうん、あのになったかもしれないとか、うん、こういろんな想像が膨らみますね。そうですね、はい、はい、ということで続きまして栄えある第1位はブルーフロッガー。おー、はい、こちらは第3弾の奇襲兵ブルレイザーで初登場してから、往来編第3弾のゲッサフロッガー1で登場するまで6918日でございます。ほぼ7000日空いてるってすごいね。ね、すごいですよね。いや、すごい、まあ、ていうか、うん、フロッカー1が出てくるまで、うん、そのブルーフロッカーが実はクリーチャーの名前だったっていうのを知らなかった人も多いんじゃないですかね。そうですね、ね、ブルーレイザーの誤植だったり、うん、開発中の名前だったって思ってる人も多かったみたいですね。なるほど。ディープレ版でもこう直ってなかったのはやっぱり誤植じゃなかったっていうことですね。そうですね。そう、ちなみにその往来編で登場するよりもずっと前にすで、うん、にブルーフロッカーが何者かっていう議論はしていて、はいはい、で名前ルール的にはリザードじゃないけどブルレイザーが乗ってるクリーチャーだろうから、うん、デューン月光だっていうのは決まってたらしいですね。あ、なるほど、うん、そんなことも議論してたんですね、うん、であとこのカードが登場したことでデューン月光の複合監視がこのゲッサっていうのも判明したんですね、うん、そうですね、面白いですよね、うん、はい、ということで以上フレーバーに名前が出てから登場までが長いカードトップ10でした。ランキングはこんな感じです。そう、やっぱねこう歴史が長い TCG だけにね、うん、過去のフレーバーに出てたクリーチャーが突然出てくるっていうのはすごい面白いですね。いやですね、うん、個人的にはこの大物系の登場がやっぱ好きやなって感じがあって、うんうんうん、またサファイアミスティとか、うん、あの戦界一の天才ミロクみたいに、うん、こう初期のフレーバーに出てきてるけど、うん、カードでまだ出てきてないっていうものが、うん、今後カード化されるのかっていうのもすごい楽しみですね、うん、ですね、はい、ということで皆さんも見たいランキングだったり登場してほしいクリーチャーがあればぜひコメント欄で教えてください。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとコミュニティ投稿にもねアンケートなど様々あるのでぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、というわけで以上むーちゃんとさくさんでした。ゲームマスターズランキング、バイバーイ。